こんばんは、ハンドです。ちょっとお待ちを。なんかね、マイクが繋がってなくて、スイッチ入れてんのに繋がらなくてね、独り言言ってました。よいしょ。魔界の滅亡はですね、ちょっと久しぶりになりますね。ゲームブックファンの、視聴者の皆様はね、ゲームブックやれやと、MSX のゲームばっかりやってんじゃねえよというふうにね、思っていらっしゃる可能性も、まあ、かなりでかい粒子レベルで存在してるかと思いますけども。まあね、ちょっとね、いろいろ調べていたのは確かで、レベル上げをね、リメイク版の魔界の滅亡でできる場所があるっぽいことが書いてあったんですけど、ちょっとね、それを読んでからまた1週間ぐらい経っちゃったんで、ちょっと、どこだったっけな、42階とか、なんかその辺だったと思うんだよな。まあいいや、前回の、続きですけども、そうでした。捕まっちゃったんだよね。で、あなたに残された道は運試ししかない。サイコロを一つ振ること。っていうことで、サイコロによって1から6までの、運命がね、あります。まあ、全部見ていってもいいんだけどね。全部見ていくか、じゃあね。じゃあサイコロの目が1だった場合、8へ進む。あなたは依然として暗い牢の中に囚われている。あなたの牢を訪れた者は、この1週間でヤモリが1匹と、名も知らぬ虫が2匹だけという寂しさで、彼らはいずれもあなたの腹の中に入ってしまった。目的を遂げるまでは、ネズミだろうがヤモリだろうが、飢えをしのげる者は何でも口に入れて生き延びる決意だった。しかし、あなたの体力は確実に失われていった。原体力ポイントを1減らすこと。もし現在の値が新しい原体力ポイントを超えてしまったら、こちらも修正しなければならない。体力ポイントは絶対に原体力ポイントを超えてはならないのだ。あなたは次第に痩せ衰えていく。もしここで体力ポイントが0になっていたら 4S 進むこと。まだ体力ポイントが残っているなら 689S 進め。ああ、元に戻る感じですね。はい、じゃあ次。サイコロの目が2だった場合。56。あなたは依然として暗い牢の中に閉じ込められている。食事も何も差し入れられない。牢の中に時折滴る夜露の雫が何よりのご馳走だ。親指と人差し指で輪を作り、手首の太さを測る。以前は指先がくっつき合うことなどなかったが、今、輪の中にもう一本指が入りそうだ。原体力ポイントを1減らすこと。ドルアーガはあなたを餓死させるつもりなのだ。もし体力ポイントが新しい原体力ポイントを超えてしまっていたら、これも修正しなければならない。体力ポイントが0になってしまったら4へ進め。まだ体力ポイントが残っていれば689へ戻ること。はい、これも同じですね。次。サイコロの目が3なら85。あなたは依然として暗い牢の中に囚われている。自分ではわからないが、頬はこけ、勇気のような顔になっていることだろう。今もしカイに会えたとしても、あなただと分かってくれそうにない。カイも同じような仕打ちを受けているのだろうか。そのことを考えると、あなたの胸はしくしくと痛んだ。原体力ポイントを1減らすこと。もし現在の体力ポイントが新しい原体力ポイントを超えてしまったら、これも修正しなければならない。体力ポイントは決して原体力ポイントを超えてはならないのだ。あなたは次第に衰えていく。もしここで体力ポイントが0になったのなら 4S 目。まだ体力ポイントが残っているなら 689S 目。はい。同じですね。
サイコロの目が4なら157。あなたはまだ牢の中に囚われている。わらくずを集めて作ったベッドに横たわり、天井を眺めているが決して涙を流したりはしない。この悔しさをいつかきっと晴らしてやろうと思っている。減体力ポイントを1減らすこと。もしこれによって現在の体力ポイントが減体力ポイントを超えた場合は、これも1減らさなければならない。これで体力ポイントが0になった場合は 4S 目。まだ体力ポイントが残っているなら 689S 目。これあれだね、サイコロ何回も何回も振らしてじわ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 と死へ近づかせてるっていう感じがしますね。まあマジにプレイしてて3回ぐらいサイコロ振って減体力ポイント3ぐらい減った時点でもう普通やめちゃうよね、きっとね。もういいやっつってね。サイコロの目が5なら711。あなたは20の金を持っているだろうか。持っていない785S 目。持っているなら 743S 目。持っていないですね、当然ね。あ、まあ一応確認しとこうか。うん、ないですね。185。あなたは依然として牢の中に囚われている。うとうとと眠るような毎日を過ごしていると、夢や幻と現実の区別がつかなくなっている。横になって体力の消耗を防がなければとても耐えられないほどの飢餓感に襲われ、ここ数日のほどあなたは毎日横になったままでいるのだ。しかしこのような生活は明らかに精神の異常をもたらす。幻覚を見るようになったのだ。醜悪な怪物がこのドアを開けて入ってくる。寝ている体の上を無数の雲が這い回っていることもある。そんな時は驚いて目を覚ますのだが、最近は特に頻繁に現れるので、そんな幻覚にいちいち驚くこともなくなってきた。ドアの向こうにコツコツという足音が響き、ブラックナイトが入ってきた時もそんな幻覚の一つだと思ってうつろな目で眺めていた。小柄なブラックナイトだ。ブラックナイトの子供だろうなどと考えてから、そんなやついたかなと疑問に思った。まあいい、初めて見る幻覚だ、もう少しじっくり見ておこうなどとも思った。ブラックナイトはドアの外をしきりに気にしている。誰もいないことを確かめてから後についてこいと手招きする。たとえ幻覚であってもここから出られるのは嬉しい。あなたはふらふらと立ち上がった。208へ。通路に人影はなかった。通路は南に向かって伸び、3ブロック歩いたところで左に折れると、そこに牢屋番室と書かれたドアがあった。ブラックナイトはそこに入るように指で示している。あなたが何か問いかけようとすると指に口を当てた。何も言うなという意味らしい。命じられるままにあなたはそのドアの中に入った。ドアの中には嬉しいことに温かい食事と大量の水が用意してあった。何の疑いもなしに早速テーブルに飛びついてそれらをむさぼり食った。涙が出るほどうまかった。体力ポイントを減体力ポイントまで増やすこと。部屋の中にはあなたの荷物がひとまとめにして置かれていた。背負い袋と鎧、ヘルメットと盾、それにクロムの長剣、何から何まで揃っている。失ったものは何もないのだ。凍結していたアドベンチャーシートを解除し、荷物に20の金を加えること。これはあなたが捕まっていた牢に落ちていたもので、この屈辱を忘れぬために持ってきたものだ。あなたの歓喜は頂点に達した。これでまた旅を続けられる。こんなに嬉しいことはない。身支度を終えた頃、親切なブラックナイトが部屋に入ってきた。あなたは盗賊の担当を持っているだろうか。持っていますね。121。でひどくやられたな。ブラックナイトの正体は予想通りタウルスだった。親友があなたの窮地を救ってくれたのだ。お前が牢に入れられたと聞いてな、この鎧を捨てずに持っておいてよかった。あなたは礼を言いタウルスに頭を下げた。命を大事にしろって言っただろ。お前には俺たちみんなの命運がかかっているんだぜ。すまん、
ドルラガを倒したらいい酒をおごる。極上のやつを頼むぜ。あなたとドワーフは豪快に笑い合った。タウルスは再びブラックナイトの兜をかぶり去っていった。あなたは牢屋番室を出ることにするという感じで、出ることができるんですね、じゃあここは第一候補として取っておきましょう。しおりを入れとこう。サイコロの目が6だった場合をまだ見てないんで、そっちも見ておきましょうね。サイコロの目が6なら、205。あなたはまだ暗い牢の中に囚われている。訪ねてくるものもなく、食料も水も差し入れられない。ともすれば空腹と絶望に押しつぶされそうになる。牢の隅を見つめて過ごすことが多くなった。ひんやりとした壁に背中を持たせかけ、膝を抱えて座る。ふと牢の一角に目をやると、そこに色も鮮やかな赤いキノコが生えていた。空腹を抱えたあなたはゆっくりにじり寄る。小さなキノコだ。毒キノコかもしれない。しかしあなたは迷わずそれを口に入れた。毒だろうが何だろうが、口に入るものは全て食べて生き抜く。その覚悟はできていた。原体力ポイントを2増やすこと。キノコには不思議な力が隠されていた。ドラゴンバスターみたいですね。あなたはほんのわずかスタミナを回復することができたのだ。またもし利き腕に怪我をしているならそれも治ってしまう。アドベンチャーシートからその記録を消し、厳選力ポイントを2増やすことができる。あなたはまた膝を抱えたまま1週間が過ぎるのを待つことにした。 689S 目。よっしゃー、わかった。よし、じゃあサイコロが6が出て、あ、こんにちは。すいません、コメント気がつかなかったです。ようこそいらっしゃいました。じゃあね、サイコロが6出て、その後5が出たということにしましょうね。厳選力ポイント、あ、違う、厳体力ポイント2か。厳体力ポイントを、あ、こっちじゃねえや。今24なんで、26で、タウルスに会って、食事をご馳走してもらったので、体力ポイントは26になると。はい、牢屋から出ることができました。498。あれ、いなくなっちゃったかな。コメント気がつかなくてすいませんでしたね。あなたの北と東と南にドアがあり、西に向かって1ブロック幅の通路が伸びている。北のドアには門番室と書かれている。東の大扉は両開きになっている。南のドアには牢屋番室と書かれている。西は2ブロック先で、南北へ走る通路と交わる三叉路になっており、突き当たりの壁には鉄格子のはまった小窓がついたドアが見えている。なるほど、ここはあそこですね。タウルスに出会ったフロアですね。ここだ。ここに囚われていたですね。そうですね、パラグラフ見ても同じ498ですね、ここ。ということで、むしろ捕まって現体力ポイントが2アップしたという結果になりましたね。まあサイコロをね操ってるからなんですけども。さてと、経験値稼ぎができる場所についてなんだよな。なんだっけな。とりあえず、これ42階なんですけど、この部屋何でしたっけね。211。ちょっと入ってみましょう。ドアの中は東西3ブロック、南北6ブロックのだだっ広い大広間が広がっている。5の鐘、守ってると思うけど、あ、そうだ、20の鐘も持っとかないといけないのか。で、5の鐘持ってますね。持っているなら239へ。
あなたの頭の上に何かがどさっと落ちてきた。それはヘルメットの上で何かを探しているかのようにうごめき、体を支えてへばりついている。あなたは虫のようなその生物を簡単に剥がして床に叩きつけ、足で踏みつぶした。ゴンコーンだ。ああ、これか。ヘルメットをかぶっていなければ寄生されてしまい心を奪われていたことだろう。しかしヘルメットさえつけていればこんな汚らしい虫はあなたの敵ではない。経験値を増やすことはできない。これは戦いとも言えないのだ。部屋の奥にナンバー状のついた宝箱が置いてある。3つの数字を合わせて開けるものだが、その数字を推理する手がかりは何もない。もしこの数字を知っているならその番号の項目へ進むこと。これは以前クリアしましたね。じゃあここは特に意味がないということか。じゃあまずもう一回こっちの中に入ってみようか。西のドアを開けて中に入るなら90。暗闇の中に赤い二つの玉が燃えている。怒れる怪物の目という感じだ。ドアの中は東西3ブロック、南北6ブロックの広い部屋になっていて、中央に光る目玉が見えているってことですね。何のようだ。はあ、はあ、私と戦うつもりならやめた方がいい。私はものすごく強いぞ。怪物がしわがれた声で叫んだ。妙にくぐもった話し方だつって、ドルアガを倒しに来た。ドルアガに呼ばれてやってきた。さよならの三択ですけど、ドルアガに呼ばれてやってきた。まあいや、倒しにやってきた。まあ知ってますからね。116。おお、そうか。怪物の声が弾んだ。ちょっと待ってくれ。今明かりをつけるから。っていうことですね。なんか水をくれますね。祭壇に水を入れた皿が一枚置かれている。すさんだ気持ちが現れていくような気がする。体力ポイントを限体力ポイントまで増やしていい。さあ、回復したなら行きなされ。先は長いぞ。水の入った筒を持っているならそれについて質問していい。これだ！水の入った筒。これを持っていた方がいいんだよな。あれ、水の入った筒って、聖冠は持ってるけど聖印持ってないな。46階にあるってことなんですけど、鉄の鍵は持ってるっけ。なんか持ってたよね、確かね。鉄の鍵持ってるな。鉄の鍵を、使って、ちょっと待って、自分が書いたマップと照らし合わせよう。ですね、47階で、こっから鉄の鍵を使って南西の階に出て46階。あれ46階、あれ、ここはクリアしたじゃんね。あれ、俺マップクリアしたのにアイテムを入れるの忘れてたのか。グリーンクリスタルドットもこの時持っているはずだから、ちょっとここでここの謎解きのところをもう一回見てみようか。668、ここですね。中央に歩み寄るなら、真ん中にね、あの DJ ブースみたいな柱があるフロアですね、これ。628。アルゴスとパゴスが中天の一角で交わるとき、その光が聖なるダイヤに注がれる。星の導きにより星を、導くすべ、大いなる力を指し示す。これですね。ここは、MSX の画面とか使ってやりましたもんね。これはやったけど、今もう覚えてないんだ、答えを。
こんなもん覚えてるわけないからね。貴重な宝を手に入れた。アドベンチャーシートに全員と記入しておくこと。あれ？ここ絶対読んでるよね。なんで俺追加してない？おかしいなぁ。まあいいや、全員手に入れてましたね、やっぱり。これはズルでもなんでもなくて。よし。OK、全員はこれで OK、OK です。ていうか、おかしいなぁ。ちゃんとね、ボロボロの、鍵十字のプレートを手に入れて、その時あなたの荷物から緑色の輝きが漏れる。グリーンクリスタルロッドが輝いている。導かれるように背負い袋から取り出し、ボロボロのプレートに向けて差し出してみる。するとプレートの表面の錆が溶けるように消え去り、玉虫色に輝き始めた。貴重な宝を手に入れたようだ。アドベンチャーシートに全員と記入しておくこと。なんで俺これをメモってなかったんだろうか。 OK、 他の情報を探します。ああ、そういえばあれだね、アルカニウム鋼もまだ多分どっかで手に入るんじゃないのかなと思うんだけどね。これかな？42階に出たので、早速、ノームの層が潜んでいる部屋に行って体力を全開し、ついでに水の入った筒をゲット。42階は、無駄に広い部屋が2つだけだったので、リメイクに際して改築イベントが追加されると予想してたけど、そのまま。ゴンコンを後回しにして、43階。水の入った筒をゲット。42階、ノームの層が潜んでいる部屋に行ってって、42階ってさっきの、ちょっと待って、これですよ。ノームの層が潜んでいる部屋ってどれだよ。これノームの層じゃなくて、なんか、あの、ゴジラの着ぐるみに入った人、でしょ？ちょっと、わかんねえぞ。42階に出たのに、早速ノームの層が潜んでる部屋に行って体力を全開し、ついでに水の入った筒をゲット。だけど、この人はね、ゴンコーンの部屋には行ってないっぽい感じで書いてある。やっぱこっちなんだよな。もう一回ちょっと、この部屋のやつよ。まあ、でも、水の入った筒って、何に使うんだっけな。そこまでしか書いてないかな。あ、なるほど。この水の入った筒については、43階の、思い出した。ここですね。ここにウィルム・ウィスプがいるんだよね。確かこの辺の角にいるんだっけか。で、9番ではウィスプが出現する南西の通路は避けて進むことが可能だった。ああ、ここだね。リメイク版は回避することはできない。壁抜けパウダーを消費すれば接触せずに進めます。まあ、ここですね。対処法は9番と同様、水の配達を持っていれば問題ない。2本用意しておく必要がある。
リメイク版では水の入った筒以外を選ぶとウィスプを撃退せずに大ダメージを受けてしまう。この方もこういう風に細かくいろいろ書いてるってことはあれですよね、全部の選択肢試してるってことだよね。アーマードスパイダーのように経験値が得られなくなるような変更は行われていない。42階まで水の配達を取りに戻れば9番と同じく経験値を無限アップすることができる。なーに？じゃあその水の入った筒を手に入れることさえできれば満足いくほど経験値アップできるということか。マジで？そしたらもうバランス崩壊ですよ。もうね、256回経験値をもらったとかね、できちゃうわけでしょ。じゃあその水の入った筒を探しましょう。42階にあるということは確かなので42階に戻りますね。よし、じゃあ42階のここからスタートしようか。42 あなたは今42階の通路に立っている。ここは三方を壁に囲まれた袋小路だ。壁は東側が石、南側と西がレンガ壁でできている。北へ向かって1ブロック幅の通路が伸びている。3ブロック先の東の壁に、窓、西の壁にはドアがある。窓からは涼しい夜風が入ってきているようだ。じゃあ白木のドアは無視して先に進みましょう。北へ向かうなら785。ここですね、785。さっきの、なんだっけ、ドルアガを倒しに来たっていうのを違う選択肢をじゃあ見てみましょうか。じゃあ、ドアを開けて中に入りますね。90。でも、もう他の選択肢って言ってもドルアガに呼ばれてやってきたというのしかないから、これを見てみましょう。やはり、そうか。怪物の目は赤く輝きを増し、闇を照らした。それはちょうどよかった。こいつを持って行ってくれないか。怪物の巨体がわずかに動き、何か品物を取り出したようだ。ドルアーガ様の良い土産になろう。さあ、これを。トゲだらけの手の中に小さな筒が握られている。もしこれを持っていくつもりなら172へ進め。嫌な予感がするなら先を急ぐのでと辞退して部屋を出てもいい。これか。そういうことか。そうって言うからね。ああ、そうなんだ。あ、ちょっと今、ちょっとダジャレっぽくなっちゃった。172。あなたは怪物と別れ部屋を出た。明るい通路がやけに懐かしく、ほっとした気分だ。怪物にもらった木の筒の中に何やら液体が入っている。栓を外して少し液体をこぼしてみる。無味無臭。無色透明の液体でさらっとしている。どうやら水のようだ。木の筒には、そこに細い棒がついている。押すと中の液体が押し出されるようになっている。筒の中の液体を飲んでみるなら596円。何回でももらえそうなので、ちょっと飲んでみましょうか。596。あなたは筒の中の液体を口に含んだ。うん、これはただの水だ。何の変哲もないただの水である。あなたはとにかく喉を潤して、筒を窓から投げ捨てた。アドベンチャーシートから水の入った筒を消しておくこと。なるほどっすね。OK、わかりました。じゃあこれで、何度でも水の筒を手に入れることができるようになりましたね。そしたら、じゃあさっきの、43階のウィルボー・ウィスプのところに行きましょう。パラグラフは60。北へ向かうなら、あれ？ここはもう、ウィスプ終わっちゃってる？ここから何かしようか、じゃあ。282。
あ、そうですね。南の、西に折れている曲がり角がほんのり明るくなっているということなんで、南へ向かいます。781。角にたどり着いたとき、その光の正体が分かった。ウィル・オー・ウィスプだったのだ。回転する光の渦がこちらへ向かって転がってくる。もう逃げられない。あなたはオニキスの指輪を持っているだろうか。持っていないなら37。目の前にウィル・オー・ウィスプが迫ってきた。回転する怪しい光の玉は1ブロック幅の通路いっぱいに、うんちゃらかんちゃら。光、水の入った筒を使うなら190へ。ひょっとして前回これ使ったんだっけ俺。だから持ってないのか。筒の先端にある線を外して後ろについてくる絵を押すと、情けなくなるような勢いで水が飛び出した。水鉄砲になっていたのだ。しかしその子供のおもちゃが意外に功を奏した。ウィルボー・ウィスプは水をかけられて苦しがったのだ。回転がさらに速くなり、光がまた焚いている。次第に暗くなって、とうとうろうそくの炎を吹き消すように消えてしまった。経験値を1増やすこと。ウィルボー・ウィスプは水が苦手だったのだろうか。アドベンチャーシートから水の入った筒を消しておくこと。先を急ごう。これだ。これですね。で、このまま、まあ、今ね、ここにいたわけですね。じゃあ、水の入った筒を大量に仕入れてですね、で、何回もここに戻ってくると。で、フロアから出てまた戻ってくれば、金とかのフラグがないので何回でも経験値もらえるという、こここそが今回の、無限アップのポイントだったわけですね。ですねって偉そうに言っても、人様のブログを読んで仕入れた情報なんですけどね。はい、じゃあね、それが分かったところで今回はこれでやめておきましょうか。次回、経験値をね、いくら経験値をもらうのかっていうのを、まあ、コメントでいただいちゃってもいいかな。コメント稼ぎ、露骨なコメント稼ぎですけども、皆さんのね、コメントを参考にして経験値をいただこうと思います。なので、このぐらい経験値稼いでもいいんじゃねーみたいな、感じで、お気軽にコメントしていただけると幸いでございます。はい。今回はちょっとだけ進んだかな。状況はちょっと光が見えてきましたね。はい。じゃあ、ほんといいのかな、まあいいんでしょう。はい。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。